大東流合気柔術東京稽古会の体幹トレーニング、今回は体軸バランスです。体の軸の感覚が取れるようになるとブレない動きが可能になります。それから正しい姿勢を意識することで相手に自分の力を効果的に伝えることができるようになるんですね。重心の移動と丹田の意識、これをドローインというんですが、これは普段の古武術の鍛錬にも役立ちます。まずは丹田、下腹部のことを武術では丹田と言います。おへその下のあたり、正下丹田と言いますけれども、ここの意識をまずは養成しましょう。両膝をついて膝立ちになります。先ほど言いましたように、膝と太ももの前が床と垂直になるように、この状態で骨盤がしっかりと床と平行になります。安定した状態、上半身は骨盤の上にまっすぐ乗っていること。はい、この状態でそのまままっすぐ立ち上がってください。はい、これが自然体です。次に腹式呼吸で鼻から息をゆっくり吸ってお腹を膨らまします。丹田、へその下がふーっと膨らむように息を吸ってください。次に口から細く息を吐きながら、先ほど言った丹田を背中の方に引き込むようにふーっと軽くへこませてください。この時に背中を反らすのではなくて、背中の方にお腹がこう引き寄せられていく、背中の方に下腹部を近づけていくような感覚で行ってください。これをドローインと言います。丹田の意識をドローインによって意識を取ります。はい、この状態を維持して呼吸を続けましょう。丹田を意識して呼吸を続けてください。自然体を作ります、はい、両手で手刀を作って骨盤から体側を撫でるようにまっすぐ上に伸ばしていきます。そう、スーッと伸ばしていきます。はい、真上から引っ張られるような意識で腕を伸ばしましょう。そのままゆっくりと右足に体重をかけてください。ぐーっと乗り切って体軸が右側に移った状態、左足を浮かせます。左足を外側に引き上げて元の位置に戻してください。この時に上半身がぐらつかないように骨盤の筋肉を使う意識、太ももを使うんではなくて骨盤の筋肉を使う意識でゆっくり引き上げて閉じ開きを行います。これを10回。ぐらつきそう。ぐらつく場合はドローインを意識して行ってください。はい、はい、反対側も同じようにしっかりと重心を乗せます。そして足を浮かせて開閉します。はい、いいですよ。4、5、丹田の意識だね。はい、OK です。ではまた自然体に戻りました。自然体から両足をですね、一直線上に乗せるように縦に並べましょう。この状態で骨盤が床と平行を保つように意識しながら、エレベーターが上下するように膝を曲げて上体を下げます。さらに膝を伸ばして上体を上げる。この時勢いで上下するのではなくて、できるだけゆっくりと重心を感じながら上下させてください。上半身は前とか後ろに傾かないように、ね、前に傾いたり後ろにこう乗ったりしないように、まっすぐ骨盤の上に乗せて上下させてください。これを10回行います。10回できたら今度は足を入れ替えて、前後を入れ替えて同じように上下を行います。呼吸もね、呼吸忘れずに。でグラグラするときは丹田の意識を取り直してドローインして骨盤を安定させて行いましょう。次で10です。は
20。はい、OK。自然体から腕を床と平行になるように上げていきます。ぎゅーっと吊り上げられて、そのまま静かに下ろしていって、床と平行になるように手のひらを下に向けて、この状態で右足に重心を乗せます。そして上体と左足を前後に傾けて静止します。はい、この時に両腕が地面と平行を保ったまま、頭の先からかかとまで一直線になるようにいきましょう。はい、一直線になるように両手は地面と平行のまま、この状態で8から10秒静止します。はい、 OK です。では足を変えて、もう一度自然体から両手を上に上げて平行に戻し、今度は右足を後ろに引きながら骨盤ごと倒していきます。体がまっすぐなるように、膝を曲げずに背中を丸めない、背中が床と平行になるところまで、背中が床と平行になるまでやっても大丈夫です。はい、はい、OK、 いいですね、よくできました。はい、体軸バランスで体の軸の感覚ができてくるようになると、普段の生活から美しい姿勢で過ごすことができます。古武術だけでなく日常生活に生かすこともできる体操法としてやってみてもいいですね。次の動画は体幹トレーニングです。